じゃ、この頃からだね、もう。この辺おかしいぞと。ミエルマール。あ、え？あ、1967年に肺炎で死亡したジャック・コルボの子供だ。うん、この鉱山の従業員だったんだ、父さん。彼とロール・コルボの関係で、彼はその夫だと言われている。彼の雇用には問題があり、非協力的で争いを好む気質。あ、スノーロー。夢をもたらす石の伝説。まあ、長い。今日は諸君に地元の伝説物語。これは我々のプロジェクトに関連するものです。月の満ち欠けを何百万回も遡る昔、何か大きなものが空から降ってきて大地を揺るがした。で、オティシュ山地が生まれ。ミスターシニ、これ、その湖かな？うん、大きな湖が、形作られた。その衝撃で地球全体に散らばった土煙が夢見る能力を命あるものの世界に授けた。すべての夢は重要なメッセージを運んでくる。我々は夢のメッセージに耳を傾け、それを与えてくれた天空に感謝するべき。地球上で夢が最も強力になり、明確にメッセージを伝えてくる場所が、その古代のクレーターなのだ。うん。その意志とつながりを持ち、過去の時代、いや、土地を夢に見て、理解した人が大勢、さっきのトマスの話した感じか。昔のことを見れるんだ。昔とかのことを。あ、しかし、夢の強力さに耐えきれず発狂する。うん、死んでいった者もいた。この力を支配することは極めて難しく、うん、厳しい訓練を得た、強固な精神を持っている人間のみ可能。あ、この地域の部族はその力で、うん、あらゆる脅威を駆逐することが可能でしたが、あ、それもヨーロッパ人が拳銃や馬を携えてやってくるまでのこと。うん。我々がミスターナイトと呼ぶもの、まあ、実際に我々の足元に見つかり、
大体見たかな。いけない。待て。ああ、これさっきの反対側だ。誰か死んでるな。いやー、そう、排水しないといけないとか。なんかそんな感じですね。開かない。一回じゃあ戻ろうか。ん？ん？なった？え？なんだ？戻っ。いや、戻っ…研究してる。あ、これだけか。とりあえずじゃあ戻ってきたんで C を一回開けて、あ、で換気を止めて、あれだ、下にあったミスターナイトも。こうして換気を止める。あれか。で、待てよ、バッテリー取る前に、これでさっきのミスターナイト取れるんじゃないかな。もう下にあったやつ。
に上がろう。水も排水しないとダメか。なるほどね。なんか今またなんか壁がん大丈夫か。よっしゃ、バッテリーどうだっけ、こことこれか。なんかもやってる感じがするんだけど、気のせいかな。大丈夫かな。The detective was moving forward, deep in thought. All these tunnels, this infrastructure. Had the project started before Mr. Knight's existence was discovered? ミサナイトの存在が明らかになる前から始まっていたんですか？ Or was the substance the reason for all this? How long had its existence been known? And by whom? Each battery brought back to the control room allowed Carl to evacuate toxic fumes or drain corridors, giving him access to new wings of the facility. He hoped to find more answers to his questions there. でじゃあ、排水。Any facility of this size was required to have an emergency drainage system in case of a disaster of any kind.あ、そっか、あとトマスに連絡しないとね。これでどうなってる？水がない。Think that this place must have previously flooded. あ、これで。よーし。で、あと1個だ。で、まず1回 B を開ける。換金をしておこうか。あ、できない。できないか。とりあえずトマスにじゃあ、
まあ、トマスいないんだけど、まあ、いないというかいるというか。あ、さっきそっから戻ってきた時に行けばよかったのか。うん、これがファイルだ。いや、いろいろある。ロッカールームに行け。壊れているロッカー。ピエールはそこにカードを隠してある。僕のところに持ってきてくれ。これは聞いたっけ？あ、プロトタイプ。ジュールが欲しがってるんですよね。うん、ちょっと待って、研究室に対する暴略。この場所がマナスタンのがん細胞。すべてを終わらせる必要がある。うん、君が関与していたことは知っている。先住民共同体全体が反対してきた、うん、でどんどん病気にもなっていく。やっぱ潜入したんだね。狩りの事故でピエール・マークが入ってきた。やっぱり事故だったのかな。どうなんだろう。最終的な目標は原子炉閉鎖。ピエール・マール・コルボ。これが切れたって言ってたけど、あれ、これだっけ？あの夢の世界で。この人がもしかして、セントさん。仲間を大切にする。どこにいるんだ。ここに着く。もう一つキャンプがある。もう一回聞いちゃった。うん、イエズスカイ。あ、結構ちょっと飛ばしてるな。これ、どうなの？はい。どっかで、まだダメなのか。なんかしないと。なんかやることないよね。
と、あとあれか、排水したから。こっから持ってこれるかな。あ、どっちだ。これ取れない。なんかあるんだけど。これでベルトコンベアに乗せて、こっち側からか。これを一回押して、で、このバッテリーを、これじゃあ B ウィングに行ったのかな。違う、 B じゃない、こっちだ。ここに、あ、来てる。よし、これでとりあえず全部かな。よーし。で、あと言ってないのが、D。D と E。換気もしておこうじゃ。で、C。B と C じゃ一回閉じて、D と E。D ウィング。研究開発部門。誰か食われている。
いや、何も食べてないか。一回戻って手前の部屋から。あ、なんかトロフィーがいっぱいあるよ。給与明細。フランソワーズ revealed her employee number, which Carl had a hunch would be useful. 何か他にも知ってそうだって書いてあったけど、そういうことか。フランソワーズもここで働いてたんだ。しかも結構偉い立場の人じゃないかな。うん、彼女。まあ、またあそこに行かないといけないのか。174。すごい。なんか乗馬学校1位。重機ライセンス。あ、フランソワーズだ。カナダ国内のみで有効。重機も使えると。候補者リスト。エッタ。別に変わった人はいないかな。あ、調査。ハミルトンの息子ヘンリーか。うん。息子は現在モントリオール、サッカージャーナリスト。父親を憎んでいる。フェンシングレッスン、フェンシング、レース、重機、乗馬。この種の女性、うん、エリート階級に属していた。すごいね。じゃあまたあのロッカーというか、この先行く前にじゃあ一回戻るか。174。 This was the employee number of Françoise Dallaire. Carl would be able to learn more about the investigation to which she. あ、174だ。ドレール女子は、うん、模範的な従業員。彼女のプロフェッショナル精神は見事なもの。一つ一つのファイルを厳格に知的に。率直に言えば何か鋭い嗅覚のようなもので追求してくる。そのため上記のじゃない、ピエール、さっきのだ、ピエール・マール・コルボ。トマス・マトシュ。並びに数名のアメリカ先住民の採用が特に、なるほど。フランソワーズが雇ったんだ、この人たちを。だからフランソワーズも多分悪い人じゃないですね。ハミルトンのこの、やってることを何とかしようと。で、それに同意するメンバーを従業員として採用したんだ。確かにあまりにも完璧な人がうっかりした失敗とは考えにくいと。彼女の履歴書を詳細に検討したところ、不正行為が明らかになってきた。
あ、フランソワーズもだから、そうですね。なるほど。違う違う。すっかり忘れてた。ロッカールーム行けって言われたね。ロッカールーム。一番向こうだっけ？これがピエールか。この子がセントさんになったのかな。どうなんだろう。お、キーカード、フランソワーズのとこ調べたからカナダ。思った。あ、まあ、ちょっと、あ、よかったのかな。なんかやってはいけないことをやってない気がする。割れると思わなかったから。室バッテリー、いや、バッテリーはもう全部取ったよ。わあ、やばな、すごいカクつくな。先住民の手紙は長え。宛先アミルトン。うん、先住民をご紹介、は、あ、先住民からアミルトンに宛てたんだ。フリー先住民 EU イーヌーと名乗ってきた。これは単純に人々という意味。我々の人口は1万8000人を超え、そのうち1万6000人が9カ所の、クリー先住民コミュニティに住んでいる。数千年もの間、狩猟漁業捕獲によって自然の大地から暮らしを立ててきた。うん、我々の価値観は敬意と感謝、自然と大地、そこに住む全てのもの、自分たちの家族と自分たちより前に来た者たち、全ての創造主に対する敬意と感謝、この価値観が本質的な要素。それは勇気と忍耐、共有と自治、
数千年をかけて我々のアイデンティティは自然の大地、動物そしてお互いとの関係の周囲に、形作られてきました。急速に変化を続けるこの世界でクリージンであることの意味を見つける困難に直面している。文化とアイデンティティがこの問題の中心であり、我々の懸念の中心でもある。我々の文化が侵食されて弱体化している。やめてくれって言ってるのかな。幼稚園とかもあるんだね。我々の言語も脅威下にある。言葉もだんだんあれなのかな。だんだんそのクリー人の近代的になってきて危機感を抱いてますね。